今回紹介するのは「日めくりこんまりのときめく毎日」という本です心やじんのすけさんブログの紹介画像を見て買ってみました写真や言葉がたっぷり載っていてデザインもかわいいです眠る前や朝ごとに1枚めくるたび日常の些細な心がけの積み重ねが大きな変化。 幸せにつながるんだなぁと毎日感じられそう。中の言葉をいくつか役割を終えたものとお別れする。今ときめくことを大事にする。バッグは毎日空にする。心を込めて洋服を畳たたむ。一番大切なことは何ですかなどなど部屋の片付けと心の整理にときめく方すべてにおすすめします。以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします